ございます。今日はツーリングに、プチプチツーリングに行きたいと思います。行ってきます。あ、今日こいつこの子で行こうかな。ね、この子はね、この子はドラッグスター1100クスターよいしょ、見えるかな、こんな感じ。はい、このケロちゃんと、ケロちゃん、まあいいか、ケロちゃんと一緒に行きます。この子、この子ね、ちょっと暴れん坊やからどんなになるかわからんけど。はい、ドラッグスター1100です。まあ、ライト黄色とかね、ジョッキーシフト、スーサイドジョッキーです。うん、自家製スーサイドジョッキー、そうそう、手作りです。ねえ、クバを、ね、ちょっとちっちゃなウインカーのスイッチ、うん、ハイスロ、そう、フラットフェンダー、ね、スタートボタンはここにありますと、ハイとローかなのスイッチが。ヘッドライトね、このスタートボタンがね、いつも小さすぎてどこにあるかわからんだろうし、はいです。また詳しく、あ、そうそう、旅の必需品、灰皿、うん、はい、またこれスーパーカブ90、ドラッグスターの400、また詳しくアップしたいと思います。そうそう、エンジンかけなきゃね。これね、このドラスターちゃんね、ここにね、ここにチョークがあります。キュ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 、そしてここスタートボタンがね、これ。仕事せえやお前お前昨日のお前日記ひどかったんだ。いやちょっと残ったけど、それは、うん、7日の分もやけな、月曜日の昨日やつが 2m ぐらいちょっと残ったよっていうだけ。クリーニング屋さんの兄ちゃんよタバコ吸いよるとバイサーでしょはい、ヤッホー、こっから、うん、イエーイ、こっからどこ行くんですか先輩。熊高原町です近っ熊高原町です。ツーリング行くんやろ。ツーリングバカやお前
分から20分ぐらいで行けるのに。てかもうここまで何分走った？30分ぐらい走った。30分ぐらいですか？30分、30分走るか走らんかぐらいの。俺も家から20分ぐらい。とりあえずここに集合して、ファミマ。ファミマ、イエーイ。はい。先輩のバイク。何？先輩のバイク、スティードスプリンガー。ダサ。ノーマル。ノーマル。もう、いじったんよって言うけど、何いじったんかと思ったら、お前ドリンクホルダーがつくという。どこ？ドリンクホルダー。どこにあるドリンクホルダー。どこだ？ここか、これか。はい。1200円のドリンクホルダー。イエーイ。すごいですね、先輩。あ、じゃあすごいですね。こっちはちょっと3倍です。何がこっち？こっちはもう、このクソほど乗りにくい、この。はい。これな、もうダメですよ。まあぼちぼち走ります。あ、ヘルメットかぶらずに行くんすか？ヘルメットかぶります。暴走族みたいですね。怖いですね。先輩、さあさあ、ケロンパさん、ケロちゃん、前がええかどうかわからんけどな。いやいや、キーの場所も変えたいやん、どうせやったら。あれ、お、かからんのかと思った。お、今日も元気やね。さあ、熊高原町行きますか。ヘルメットかぶらずに行くんすか？ヘルメットかぶります。暴走族みたいですね。怖いですね。先輩、さあさあ、ケロンパさん、ケロちゃん、前がええかどうかわからんけどな。いやいや、キーの場所も変えたいやん、どうせやったら。あれ、かからんのかと思った。お、今日も元気やね。さあ、熊高原町行きますか。はい。どこ？行かんねえ。ここよ。天空の里さんさん。松山32キロやって。ちょっと休憩。今日はバイカーが多いかな。先輩、どこ行くんすか？どこ行くんすか？こっから調べたらいい。うわ、なんかこれ、え？こっから調べたらいい。どっから調べろ。道の駅から、ここから群中の街並みとか。え？群中の街並みとか。なんなん群中？観光スポットがある。どこに？え、知らん。なんか熊高原町だな。熊高原町なんかかき氷がうまいとこあるよって。そう。うん。食わんけど。寒いやん。おもごとか。おもご。どこは近い？おもごが20キロ。え、どこやったっけあれ？さっき言った。四国カルスト。わけ。四国カルストが何キロ？おもごダムまで。おもごダム？うん。おもごダムに行くんやって、この人。おもごダムあるじゃん。え、大したことないよ。なんで、おもごダムが、うん、大したことないやんか。なんで、どうすんだよ。天体観測館に行ってる。天体観測館、オッケーよ。ラグビー場もあるし。え、ラグビー場なんかお前何しに行くんの。もう早く決めて、早く決めて。ここだよ。どこ？上が滝公園。なんかようわからん。上が滝？おう。どこにある？知らん。知らんって、知らんって何なんだろう。こんなとこに。上が滝公園って言うのそれ？知らん。ない？
知らんけど、それどこにあるの？セコヤな、うん、なんか湖みたいなとこ？湖ないんけそれ、池け、まあ、よう分からんけど、ずっとね、それとりあえず熊まで来てみたんやけど、行き場を失い、空襲じゃなくて空襲じゃなかったの？お前すぐそこやな、お前すぐそこやが、お前空襲じゃん、お前空襲じゃん、お前神受けな空襲所。そうそう、僕はあのあれですよ、大型バイクは神受けな教習所を取りましたよ。ね。ね。大型2種も欲しいですけどね。先輩取らないんですか。はい、取らんです。取らんですか。あなた大型バイク取らないんですか。はい、もう10年取れてます、ね。いつまでこれ乗ってるんですかこれ。スピードっすね。スピードいつまで乗るんでしょうね。ずっと。さあ。え、どうする、どこ行く、どこ行く、絶対大体な、行き場所の決めずに走り始めるっていうのが大体ええ加減やわな、もう昨日寝る前に決まったっけんな、最高回、うん、お前な、まあとりあえずちょっとどこ行くかは、これバイクにな、これあのスマホホルダーがついとったらな、走る映像も出せるのにないんだな。自転車借りる？なんで自転車借りるの？レンタルサイクルとか。アホやろこの人本当。バイクで走りに来て自転車借りるっていう人おるんだよ。お前がチャリで走れや。俺後ろからついてくけ。そんかり今一生懸命こげよ。さてさて、もうそろそろ高知ですよ。え、先生の足を、あ、バイクの写真撮りますか。そうなんよ。まあなんといってもこれなんかダムがあるんやけどね、これ何やった、中津って何、もうこれ高知の県境らへん、33号線。まあそれはいいんやけどな、それはいいんやけどな。まあなんといってもガソリンがないんす、私のバイク。で今日はガソリンなかったら走らんの。あけんよ、月曜日だよ、日曜日よ今日。え、おじさん、はい、日曜日はガソリンスタンド開いてないっすよ。これなんとかならんすかね。いかんっすね。これなんかもう虫が飛びおる、目の前を虫が飛びおる。これ何、これ目のとこに虫が、何なんこの虫、ちょっと、もう、はい、ちょっとガソリンスタンド探します。はい、さあガソリンスタンド行かないかな、ガソリンスタンドに、スタンドに行かないかんですけどね、これ道の駅かな、なんかな、まあ天気がいいわ、33号線空いてます。あ、なんかあった、何、森の駅悠久、森の駅悠久やって、すごいね、めっちゃ緑やね、なんかダムっぽいのがあの奥の方に見える。いいね、これなんかなかった、なんかなかった、こんな橋の、そう、そうガソリンも入れたしね。あ、どうしますか、何通りおんすか、何すか、これなんかあったことない、こんななんかあの、
なんかピカピカのピカピカの橋やで、これ。うん、なんか何メートルとかで書いとんかと思ったら書いてなかった。あ、書いてるわ。うん、書いてる。うん、444メートル。あ、あ、長さがね。そう、めっちゃ綺麗よ、この橋。高さ何度ぐらい？高さ？書いてない。書いてない。なんかあったやん、昔フルハウスっていうやつがあったやん、なんか。なんかアメリカのどこだか、どこなん、カリフォルニアなんかにこんな橋なかった？ああったことない。あ、まあ言うてもここダムなんやけど。高知やけど。ダム、高知っすね。まあ、バイクはいいよね、コロナ関係ないから。いいね、この田舎加減がなんかいい感じ。先輩、橋渡らんすか向こう。え、知らん。なんで書いてる、湖水園で書いてるの、なんか書いてるな。6トンを超える車両の通行を禁止しますやって。お前無理やん、お前体重6トンぐらいあるやん。これやあるやろ、お前。町長命令やん。え、町長命令やけど聞かないかんね。何が町長命令、あ、そうや。そう、もう町長がもう満を持して6トンを超えた車通るなと。それは守っとこう。どこですか。うちこです。うちこ、何やったっけ。カラリ、道の駅カラリ。あ、どっから行ったんやったっけ。あ、どっからやったっけ。熊じゃない、熊から来た。熊から小田を抜けて、そしてカラリへ。これいいよ、これ川。うん、めっちゃ綺麗。さっきあのあれがおった、鯉がおったんな。まあまあ、この道の駅は成功事例の一つですよね。すごいね。寝ようかな。疲れたね。ちょっとだけバイク拭いとこう。